受けるのは絶対受けるんだけど、あの配信でやるかどうかはちょっとね悩んでいるっていうような話をしていたんですけれども、あの、もともとね、配信では、ま、あの、配信でやっちゃうと、みんなこれから受けるね、みんなに、問題が分かっちゃうっていうのもあって、最初は実は禁止だったんですよ、配信が。って聞いてたので、あの、声は普通に裏で受けよう、みたいな、風に思ってたんですけれども、OK ですよ、と。配信 OK ですよ、という風になりましてですね、受けられんのか、と思ったら、結構ね、先輩方もチャレンジしていたので、こよりも、やっちゃうか、やっちゃうか思ってやることにしました。はい。結構難しいという話ですからね。なんとですよ。だって、あの、我らが屋号。はい。海外に行きも大好きな屋号。屋号はですね、68点で、70% で合格なんですけど、屋号はね、68% で不合格ですからね。それぐらい難しい。いけるやろ。こより受験中。こより実験中なんだがな、こよりのハッシュタグは。こより受験中ですね、今日はね。よし、行くぞ。それでは、みんな、こよりのホロライブ検定、見守ってくれ。行くぞー、単独的する。ホロライブスーパーエキスポ2022年イベントステージデイ1で行われた、ホロライブ的記者会見において、休日の過ごし方を聞かれた時の白神吹雪先輩の回答は、見てたのに。好きなゲームとアニメ鑑賞、好きなゲームと映画鑑賞、好きな漫画とアニメ、難しいよ。全部やるだろう。ちょっと待ってください。4つやるやろ、きっと。吹雪先輩は5人ぐらいいるから全部できます。では、試験を終了するボタンを押したいと思います。いくよ、よしくん。水飲む。ああ、よし。それでは、結果、発表です。3、2、1、えい、来い。お疲れ様でした。試験終了です。ちょっと待って、見づらい。ちょっと待って、画像が切れてんね。こよこよ、こよこ、こよこ、こ。